こんにちは。今日はヴァンパイアのアンリミテッドのデッキの紹介なんやけども、平均5ターンキル。まあ、6ターン、5、6ターンキルができるっていう、ま、デッキの紹介なんやけど、これ騙されたと思って最後までね、動画見てもほしいんやけども、ラウラ、これなんか復讐状態にして、手札の、あのカードを資質を持たせる。この分はもういらない。で、ここだけ見ればいい。もう進化したら失踪持つ。ここだけに着目したできないけど、要はもうアグロ寄りの感じでもう1ターン目から4ターン目押していって、で5ターン目ないし、この4ターン目にもうラウラは失踪5点。で、これ失踪5点が何が強いかっていうと、あのアルベールみたいな感じで、ロイヤルのアルベールみたいな感じで、失踪5点って相当なダメージ。まあ相手のライフの4分の1のライフはまあ失踪5点。だからこのラウラで、あの復讐状態でまあ手札のカード失踪持たせるという考え方は一切まあないデッキで、もう5ターンキルが簡単にできてしまう。まあ6ターン5ターンキルっていうのが、いとも簡単にできてしまうっていうデッキになってると。で、やっぱロイヤルよりもその鮮血な花園で、フラウロスとか出てくるんで、そのフラウロスとかバーナレクとか、今までのその強いバンプの構築が、かなりね、手強いこの鮮血な花園が入ってる、これ構築が手堅いデッキに、5ターン目進化5点飛んでくるっていう、もう考えただけでそんなんもう、環境崩壊してるでしょっていうぐらい、ランクマッチ回すにしても早いし、強いし、レジェンドも6枚しか必要ないし、もうこのデッキを使わない以外の考え方はないね。うん、このデッキを使わないってなんてもう答えはもう一切ないと。うん。じゃあちょっとやっていくわ。勝ちました。勝利報酬得ていく。まあ、ネクロマンサーに当たっていくが、さあ、高校取っていく。まあ、先行やったら5ターンを切る。まあ、高校でもね、全然5ターン切る。まあ、目指せない数字ではないんで、もう今のシャドバは、5ターン切るができちゃうっていうね、まあ、そういう環境。まあ、さすがに4ターン切るができてる環境だったらもうなんかさすがにシャドバも終わりかなと思うんやけど、まあ、5ターン切るはまあ、まだ許せる範囲やろ。まあ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 。まあ5ターンキルがね、まあできちゃうよね、今このデッキだと。さあ、今1コスマーク置くやん。まあこれは誰でもわかるよな。1コスあれば1コス置く。まあそれはな、誰でもわかる。で、0コスは置かない。うん、それはもう誰でもわかる話なんで、まあ特に解説もなんか小賢しいことするなよ。おわー、これすごいね。これすごい。うん。さあ、しっかり実証していく。で、次のターンに、まあ、フラーロスとか出せるとな、かなり強いんやけど。まあ、それ処理するしかない。まあ、ワンチャンデーモン、まあ、ちょっと辛そうやね。あ、おー、よく頑張った。ブラボー、ブラボー、ブラボー。よく頑張ったね。先行、ケルベロス、よくやったね、って感じだね。だが、現実は甘くないんだよな。次のターンもラウラ失踪進化も全然ありやし、まあフラウロスに備えて、3点は見えてるから1点除去系、まあ自称カード引けば、もうパレードが始まるんで、悠長。お、もうこんなん無視。こんなんは、赤子を手をひねるとの一緒なんで、あー、まあもう、生かしてまうでこれ。嘘以外は口にしないと思う。いや、高校で5ターン目に終わるのやばいよな。そしてこっち進化、そしてフラウロスを降臨させていく。いや、今のシャドバーな、こんな感じでもうちょっとずるいけどな。嘘以外を口にしないと思う。さあ、この盤面を全部除けるのはまあ一応はできるだろうけど、ラウラの5点が入っていくんですよね。まあ全部除去できるかもわからんけど、まあでもできんな。でも一体が残りそうやな。まあフラウロス当たっていく。さあ、こっからケルベロスとかやったらもう悠長やで。ケルベロスなんか張ってしまったら、ん、どうした、おーマイゴー。うん。いや、むしろこれ3点回復いらなかったって感じで。さあ、ここで5、8。終わった明快流の壁よ。終わった。レイジコマンダー、ラウラ。その効果は、自分が攻撃するとき、進化するとき、疾走を持つことができるんだよ。これが今のシャドーバースね。4ターンキラー思うんだけど、5ターン。瞬殺の爆速のリタイア、笑うな。
勝ちました。ネクロマンサーに当たっていく。さあ、先行取っていく。もう俺、先行取ったら、口を揃えて、勝ちましたと。言って問題ないね。うん、もう、先行引けば勝ち。あ、もう勝ちました。な、赤ちゃんを操るみたいな感じ。もう、ケルベロスなんて自分の子供に過ぎないんで、もう俗に言う、赤子の手をひねる。赤子の手をひねるような感覚やね、こんなもう。ケルベロスは、ケルベロスの何だろう、その先行取ってしまえば、赤子の手をひねるのと一緒なんで、こんな。もう1コス何も置けへんしな、しかも。さあ、どん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 出していくで。もう1コス、2コス、3コス、4コス、このマナーカーブ、絶対置けるような構築にしてるんで。ただまあバーナルクを考えると花園を先置いた方が良いかなみたいな感じは若干あったかなと思うけど、まあでもフォロワーで殴っていく、ここに意味があるからな、ちゃんとした。おお、いいね。愛の最中に事後などいらない。交わりは知らないんだ。さあ、ここで実証が、1,2,3,4,5,6 点ぐらいかな。あ、4回か。失礼。さあ、3コス、まあ4回やから3回受賞すればいいと。さあ、相手相打ち取っていきながら、相優長なことしてきて、相優長、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 もうこれも顔ですね。はい、顔をとにかく顔を殴っていく。だっ愛の最中に事後などいらない。テーゼが消える。だっさあ、2-4になっていく。さあ、あれやめろよ。レディー・グレイとかいう、しょうもないカードを出さないかったら、もう、まあ、次はちょっと決めること。はい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 。まあ、それ行く。まあ、でもこれ、強すぎやろな、でもちょっと。失踪が多すぎるというか、なんか、バンプの新しい戦い方みたいな感じになってるよな。しっかりバンプ取るけど。あるいはマジえん。ね、もうバーナルクのね、失踪に関しては勝手に溜まってくれるんで、6で7。まあ、次のターンには溜まるでしょうっていう計算。なぁー悲鳴の懺悔を始めなさい。これ、アルベール失踪みたいな感じだね。アルベールが、まあ、顔殴るみたいな。愚かね。ただこれ、1足りない。これ1足りないのがちょっと絶妙な、絶妙なパラダイス。絶妙すぎるぞ、これ。やめてーやめてー、ゼロコス、ゼロコスの眷属の贈り物とかが来たらありがたいけどな。まあでも実証が1枚来るだけで愛の最中に事後などいらない。てか実証来ない確率、フラーロス引くぐらいじゃない、それ。進化権が余ってるから、スコルピオ引いてもありやし、もう何引いても勝ちやろ。まあ基本5、6ターンキルできるっていう、まあだから、まあ、アグロロイヤルみたいな感じやな。アグロヴァンパイアみたいな。そういう系統の、まあ、デッキにあると思うけど。まあ、急ぎすぎやね。ああ、焦りは禁物だぜ、ベイビー。焦りは禁物だぜ、ベイビー。終わりにしようじゃないか。恋愛文明、すなわち幻。恋愛文明、すなわち幻。あ、これ、リサだろ、これ。愛好など必要なし。混ざり合いましょう。ちょ、すまない、みんな。あ、そっか。そうか、そうか、そうか、相手1ダメージ与えるのか、相打ちで。よっしゃー、どうだ、このプレイ。いや、これ、いや、ちょっと、なんか、まあまあ、リーサル分かってたけど、まあ、こんな感じでね、5、6ターンキルできるっていう、やばすぎだろ。勝ちました。お、38,000の AA ランクのドラゴンに当たっていく。さあ、先行、いや、先行取ればほぼ勝ちみたいあるぞ、これ。フラウロス簡易、まあ簡易とか強いから残しておくか。おおてか、まあ基本的にアグロ軸のデッキやから、まあ手札事故になることは多分ないと思うやけどな。あーあーあー、強い強い強い。もうフラウロス、なんかコウモリ入れないで、フラウロスバーナレクだけの軸のなんかデッキも流行ってたもんな。まあコウモリ入れた方がまあさすがに強いとは思ったけど、あれでもあれでも全然強かったな、アグロ。いや、アンリミならではのブレージングベースを入れてる人がいるっていうところか、小賢しいな。辞任は、あるいはマジエン。
ただこれ次のターンにはまだ出せへんな。あと1点。あと1つの、やつが必要って感じか。ねえ、小賢しいことしてんの、こいつ小賢しいな。相当小賢しいぞ。考えてることがね、小賢しすぎる。恋愛文明、すなわち幻。恋愛文明、すなわち幻。まあ、瞬くはええかな。次のターンはこのカードが攻撃するときに1ダメージなんで、ただちょっと小賢しいな。うん。まあ、1個自称カードが来れば、ハッピー。ねえ、まあ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 。まあ、自称来るやろ。おお、まあまあまあ、来ないよりはマシって感じだな。巡り合いましょう。手札やばい、これ。嘘以外を口にしないとも、言葉なくして語ってやろう。まあ次もうなんかラウラとか来ていいと思うけどな。しかもこういうアグロバンプって実証が多いから、復讐なる可能性も全然含まれてるっていうか、はいな。まあアグローっていうか、あのフェイスドラゴンってやつやな。まあゴーさん取って、いちいち残るな、これ。まあ処理で相打ちからの処理、あ、回復する。もちろん簡易の従者を処理やろ。まあ、え？なんで簡易の従者処理しの？よくわからんだよな。おわー微妙やけど、まあしゃあないな。余興はそこまでです。愛好など必要ない。これでも次のターンラウラ引いたら勝ちじゃね。これ失踪5点で先決の花園1やから、まあ私あの運営と繋がってるんで、次のターンちょっとラウラ引くのまあ分かってるよな。これ次に引くカードが見えるから、あの私神と人間のハーフなんで、ちょっと、うん、次に引くカードが分かっちゃうんですよね。これまあ進化扱う活力、うん、なるほどね。まあ頑張っても無駄やな、これは。うん、ありがた迷惑にすぎない。まあラウラ引くから見ててくださいよ。これ行くで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 行った。勝ちました。お SV 便剣に当たっていく。先行おお先行引いていく。やっぱな、先行の先決の花園とか引けると、おお悪くない。まあ先行選ぶかな。まあドラゴンはな、結構まあポセイドンは春までに終わるからな。まあ最短5ターンキルがこのデッキできるんで、まあそれがまあ一つ。あー微妙やけど、まあバーナでいくわな。普通に強いから3コスで置くのも悪くないよな、このカード。そのターンにまあ実証していれば強化できるカードなんで、このカード悪くない全然。さあ1コス、はい。まあもちろんドラゴンは1コスとかない。さあ絡みつく鎖よ、1コス2コスいいよいいよ、ちゃんとした盤面を築けてるぞ。まあ次2コスであえて頭フォロワー置いてくるんやけども、まあ絡みつくでもええけどな、ここは。でもあーなるほどね。いやまあ1コスのなんかカード来たら強いな。不穏なる夜、強い。余興はそこまでです。まあこれも打っちゃっていいかな。もうバンバンね、自称していって。で、ラウラ。てか、ラウラな、こういう自称系のデッキにラウラって、もうなんか復讐にもなりやすいし、アグロで5点、その進化で失踪を持ってるっていうのがやっぱラウラは強いな。悠長すぎないか、そんな。悠長にも程がある。うん。悠長にも程がある。ねえ、小賢しいな。小賢しいことしてくんな。いいね。悪くないぞ。外交など必要ない。これなんぼ ?4 か。もちろんこうやろ。まあ、これは使う意味ないかな。まあ、次のターンもいいな。さあ、ここでバーナレクが、6やから、次7やから、失踪いけるな。強っ。いや、明らかになくて相手、処理追いつい、ギリ追いついてるって感じやもんな、これ。外交など必要ない。さあ、進化使っていく。もう今度は無視やから。まあ、取る。まあ、最近バーナレク見ないけども、まあ、やっぱ強いよな、このカード。ハエの従者、めっちゃ伸ばしてくるけども。
さあ、スコルピオ。まずは1点目。ケンズくん、愛して愛を悟し、テーゼを悟す。テーゼを悟す。まあ、でも、ここ、1、2、3、4、5。でも、5個すやろ？進化でいいでしょ？小手調べだ。小手調べだ。愛のさなかに事故などいらない。いや、これ、リーサルがないよね。しかも、相手4、6処理しなあかん。相手が6ターン目やったら、またこれ違うけど、3コス5、7とか気狂ってるわ。3コス確定除去のスペルだけでも強いのに。まあ次、ラウラ引いて勝ちか。まあ、いや、強いな。ラウラ引いて勝ちやもんな、これ。フィル・レインを出していく。まあ、ブラッドウルフとかでも勝ちかな。相手、どういう立ち回りしてくるか。まあ、相手が、その、実証できないように2点以下にしてきたら、まあ、ちょっと嫌かなとか。まあ、でも取るよな、普通に。まあ、処理して、吐息で5、6処理。そして、まあ、コウモリ当てて、1、1必殺処理。で、まあ、こっちラウラで勝ちなんで、まあ、絶対ラウラ引く自信がある。てかまあ、アグロなんで、まあ、普通にもうエイリでも勝ちやしな。まあ、何引いても勝ちか。ほぼ何引いても勝ちな状況なんだが。まあ、トイキ。まあ、バーナレク引いても勝ちやし。まあ、何引いても勝ちやな。要は、鮮血な花園があるから、3点与えたらいいと。で、バンプは3点与えるのはたやすいんで。愛のさなかに事故などいらない。オッケー。で、ラウラ引くんやろ？ね？私の負けだな。